はい、おはようございます。ホタスカ古墳でございます。これ東側から見た感じやけどね、ちょっと行ってみましょうか。ちょっと履かえてね、靴をね、行きましょうかね。はい、こっちをね、右ちょっと上がったところにね、ホタスカ古墳があるんですけどね、連日来てます。何でか言いますとね、その2つの古墳の石碑図を見てるなんて、それじゃないやんて、困ったもんだよ。最初から言ってよ、ね、もう一回探してみましょう。3基あるんやけどね、3石碑っていうかね、ご要望に応えまして、2日連続でございますけどね、こっちにはないね、どう考えても。やっぱり昨日上がったところの上か辺りなんか可能性あるかもしれんな。で、なんでか言うと、昨日はね、方文の方見てんやけど、全くね、そういうそれらしいのが見当たらなかったんでね、まあ日々草が飲んどるからね、嫌なんだけどね。ホタスカ古墳でございます。全長が60m、高さが 10m と。また入るかこれ、嫌やな。一回入ったらね、もう夢中になっとるからええやろうけど、これが公園部のね、一番大きい石碑でございます。もう中をちょっと覗いておきましょうか。この大きな石は、ね、ちょうど邪魔になっとんだけど、ほんで上はカズラがね、いっぱいでございますから、はい、今日薄曇りやから見えるかね。昨日は綺麗に見えたんやけどね、ああまだ見えるね、奥まで見えますわ。それでこの片方というかね、左側がちょっとね、よたっとるんやけど、随分大きな石を使ってるからね、業界岩かな、やっぱり。ほんで入り口にはこうやってね、鉄の扉がしてあって、この前入れるかなと思ったら、ここね、鍵がしてあります。カズラがぶら下がっとるから当たるんですよ、このカズラ間が。こんなんですね。これ南に開口します、こっちはね。まあ基本は石碑図は南に開口したのが多いんだけどね、みんな 100% で言われるけど、そんなことないと思うんだけどね、どうなんだろう。これが公園部からね、ちょっと前行ってみましょうかね。前これ本当にこれ1日2日でこんな伸びるもんかね。これはね、ここはええんやけどね、ちょっとね、くびれが分からへんねんって。これ向こうもこっちもね、東側もね、そんなにくびれが確認できないんやけど、昨日はずっと方墳の方も回ったんだけど、あちらの字はね、確認できなかったですわ。だからおそらくね、わしが思うのに、この奥かな、やっぱりそれしか考えられんか。奥の右の方やったら、これ円墳や、円墳は下であるからな、やっぱり左か、上がって左やろな。ちょっと上がってみよう。昨日も上がったんだけどね、ここね、ここはちょっと竹やぶになっとるんやけど、よいしょ、かき分けかき分け、上がられへんわ、滑ってもうね。これこれですか、これがおそらく吸い出しの古墳だというふうに思うんだけどね、
ちょっと小ぶりやけど。はい、こんなんですよ。綺麗に積んでくれてるでしょ。石はね、6世紀の中頃かな。ね、これは教会なんか。ちょっと石は小ぶりになるんやけどね。綺麗にね、モザイクに積んでくれたね。はい、ありがとうございます。おお、すげえすげえ。ということはやね、おそらく右じゃないな、左やろ。左見てみるか。ないか。おお、左なんかあるわ。ここありました、ありました。こういうことか。こっち、これがね、えらい高いな。こっちが公園部やろ。興奮の部分はものすごく高いね。これですか、はい。わあ、見ました。これのコピングだんのかね、赤本さん。真っ黒やな。あ、これ大きいな、これ。大きいございます。おお、これを言うてんのやろな。奥指を4、5メートルあるぞ、これ。これは明かり持ってこんと無理やな。まあ、ええか。見えるな、これね。ほぼ見えるかね、これ。これ5、6メートルあるね。ちょっと埋まっとるけど。このことを言われたんかね。はいはい。ありがとうございます。中にはね、今日はね、ハルエルの状況ないんだけど、大きな石使ってくれてる、こっちの方がね。やっぱり6世紀かな。いや、たった何メーターか上がるだけで、3つ目が見れるとはね。はい、3つ目の石碑でございました。これね、開口してるのが本当に小さいんですよ、これ穴がね。これが手前こう、上下で30〜40センチ、幅で70〜80センチのとこかな。これでこう昔積んだ千何百年前のこう土がこう残っとるところね、これね。で、崩れたところがね。いや、見えました。はい、ありがとうございました。全部3基あるからね。3基、はい、これですかね、坂本さん。はい、わしはひょっとするとこっちにあるかと思うてね、興奮の方にあるかもしれん思うてね、ちょっと今悩んでたんだけど。これ来ても、これ上がってきても、これ気がつかん可能性あるね、これ。これはやぶやんな、これ。はい、ありがとうございました。あっという間に探すことできましたね、今日は。あっという間に。今、うぼさしてたんだけどね。はい。ありがとうございました。かなり大きい石碑がね、中に石棺なんか入ってないけど、見ることできましたわ。ここね、木がバタバタ倒れてますけどね。こちらの方が豊富の方でございます。昨日ね、イノシシが歩いた後じゃないかっていうの話してたんだけどね。だったら上の方をちょっと見てくれ言われたけど、こんな感じしないな。イノシシの掘った跡がないんだけど、ここからね、上がっとるんやけどね。あの道はそうやけどね、こう来て中に入ってるのかな、向こうの中にな。これ上がれんかね、ここちょっと無理かや。ちょっと無理やな、これ。ここ上がれたらおもろいんやけどな。これはちょっと無理か。ここは無理ですね。誰も行った後もあらへんし、ほんの何メーターか上上がれば昨日 見れたのにね、わざわざ今日コントね。
まあしかしね、まあ問題があるのはね、どんなやつを見てくれちゅうという、あれやったらいいんやけど、関津が見てないのがあるということやったからね、もうあれと思い込んでてね、結局、今日見たね、あれ、宝粉の上なのかな、あれのことやったんやろな、あれを見てないということやったんやろな、あれもどこにもね、動画が上がってないみたいなんでね、そんなことおっしゃったわけじゃないけど、はい、今日は、これ、宝粉の方からね、ちょっとイメージが、前方後円墳のイメージが違うんだけどね、だからあそこの、石椅子が2個あるでしょ、あって、2個あってね、あの開く方がね、なんか西向いとんのよね、西向きになってんやて、開口部が。それもちょっと気になんねんけど、やっぱり西向きの石椅子ありましたわ。誰か絶対ない言われたけど、いやもう早うこれ出らんと、この辺はちょっとねだいぶやぶになってますからね。あの看板から20メートル来たとこね、約20メートル来たとこ、これね人が歩いた跡があるんやけど、これを上がって2メーター上がって左に作り出し部の石室が、作り出しにしてもちょっとこれ分からへんねんけどね、で奥が豊富なのね、あれやっぱり豊富の方やろな、奥がまたそこから進むこと3、4メーターか、ほなら開口してますわ。それは南じゃなくてだから西に開口してるね。はい、そういうことでございました。はい、全部見れます。今日ね、全部見れましたからね。はい、ありがとうございました。二塚古墳、全部の石碑図を見ようでした。ありがとうございました。喜んでいただけたかね、坂本さん。一週間に三遍来るなんてこと珍しいわ。こんなこと。三回来ましたよ。わ、これは歩けんな、こう。一週間に三回来ました。これはね、石碑図を見たい人はものすごくお得やね。3基いっぺんに見えますからね、3基。きれいに咲いてくれてるけどね。さあ、じゃあ行こうか。さあ、会社行こう。今日は奈良方面ガス出てますわ。奈良盆地は。はい、ありがとうございました。二塚古墳。席図全部見せます。終了です。ありがとうございました。